井県三国のシーライオンさんにやってまいりました。今日は落とし込み釣り、こちらでは縦釣りと言いますけれども、仕掛けにベイトをつけてそのまま落とし込んで大物を狙っていく釣りになります。ダブルヒットです。大事に行きます。来ましたよ。朝から幸先いいじゃないですか。おだいだい、マダイです。おっしゃー、来た。鈴木、めちゃくちゃ曲がりますね。これ平場さじゃないですか。さすが平場さん。これからこれからこれからですよ。この落とし込み縦釣りなんですけど、まあ、大きくこう2つの段階に分かれてて、餌をつけてパワーものをかけるまでのタイミングとかけた後のパワーファイトっていう2つの要素が入ってる釣りなんですね。でこれってやっぱり非常に独特の釣りで、竿とか仕掛けが非常に重要になってきます。仕掛けの選び方も重要で、やっぱり太い方が魚かけた後は有利なんですけど、なかなかやっぱりベイトがつかないんで、まあ、その辺はバランスを見ながら選んでもらえればいいかなと。でベイトが今日みたいにちっちゃい日は本当につくまでも分かりづらいですし、ついた後もこれまだベイトがついてるかどうか分かんないなみたいなところがあるんで、まあ、非常に丁寧に釣りをしてもらった方がいいですし、感度のいい竿を使っていただくことで有利に釣りができると思います。あ、ついた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 。お、いい暴れなんですけどね。おお、あ、食い上げたか。食い上げてる、食い上げてる。おっしゃ、おっしゃ、よし。竿立てて、はい、叩いてる、回ってるから。いや、めっちゃ暴れてるから楽しい。あ、ね、オッケー、食い上げてましたね。食い上げてた。オッケー、はい、一応これ平間さん、これはツバスです。あ、なんで残念。まあ当たりと引きが楽しいからね。おお、暴れてる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 よ暴れてるよ暴れてる暴れてる。ベイトがついて、まあ、魚に追われてる時のもうブル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 って鳴くると、もうなんか鳥肌が立ってきて、もうめっちゃ興奮しますよね。お、食ってますね。これ最後もう一回いっておきますか。おっしゃー、寝魚かな。スリルゲーム、パワーだけじゃなくてしなやかさあるんで、もう本当に見ててどうして西村さんヒット。おお、寝魚かなと思います。抜群。おお、あ、レンコダイ、レンコダイ。レンコダイ、なんか毎回フィッシングマスター出るたびに私レンコダイ釣ってる気がするんですけど、まだレンコダイです。おっしゃー、来たー。うぅー、よし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 。青物だと思うんですけど、あいつらやっぱ群れでいるんで、魚取り合うとこんな感じで一個バッと来て、もう一発バッと、ふふふふ、これこれ、オッケー。多分ベイトが緩めでこんな感じで、まあ、それに食いに来てる感じですね。もうシーズン的にもう少し深くなっていくと、このハマチが大きく美味しくなってくるんで、結構これだけで本当クーラーいっぱいになるような効果も出ますね。スリルゲームですると楽しいな。とりあえずこんなんからこんなんまでいくよ。おーい、
イラマサでしたね。とりあえず困難から今困難まで来ましたよ。イエーイ。さあ行った、また行ったよ。うふう、おお、ドラム出てる。おっしゃ、ダブルヒット。ちょっと待って待って、トリプルヒット待って。めちゃめちゃ面白い。結構面白い。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいですよね。これちょっとお願いしてもいいですか。ひらまさんゲットしゃー。すごーい、おめでとうございます。あ、違う。おめでとう。イエーイ。ーさんこの時期これだったらもうそうだよね、バッチリです。来ましたね。同じタイミングでしたけど僕は。これは何、ハマチですかね。やっぱりヒラですね。はいはいはい、はい、貫禄違いますね。西村さん、はい、私よくリーディング、普通のリーディング使ってるんですけども、このスリルゲームとの違いはどういうところがありますか。まあ、こちらもね、リーディング名前ついてますけれども、はいはい、普段お使いのリーディングオレンジのやつ、はい、あれに関しては軽量性と感度、まあね、安成さんもかなり好きで。そうですね、私大好きなんですよね。愛用いただいてますけども。で、対してこのスリルゲームに関しては、やっぱりしなやかさと粘りとパワー、やっぱりこちらの方が少しこうフォアグリップがついたりとか、はいはい、パワーロット気味にセッティングもしてますし、実際強度もこちらの方がかなり上に作ってますので、まあ、軽さと感度を取るとか、それともパワーを取るとか、まあ、選んでもらえればいいんじゃないかなと思いますし、スリルゲームもいいでしょ。そうですね、この曲がり本当にね、これ一回体感してみてくださいよ。もう本当にうーんと気持ちよく曲がりますから。おすすめです。おすすめです。はい、どうぞ落として、今35からボトムまで餌ついたら教えてね。落とします。これ諦めるの入れ食いなら最高ないけどな。おっとおっ、おっしゃ、乗った。いくよいくよいくよ。楽しいね、でも。あ、これトリプルヒット来たんじゃないですか。おおおおおういしゃー、まんまる。どんだけベイト食べてんの、お腹見て。 OK です。ウィー、入れ食いでーす。笑いが止まらないね。止まんないっす。おっ、よっしゃ。お、水谷さん来た来た。お、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 お姉さん、おやしいぞ。ハマチっぽくないよ、ここは。あんまりハマチの感度は見えない。左に来てね。おお、行かれてる行かれてる。おお、わお、めっちゃ引いてるよ。え、手、はい、でかい、でかいか、でかい。オッケー、やったー。オッケーオッケー。3キロぐらいだと。わー、ありがとうございます。やりました。めっちゃよう引いたと思ったらこんなに大きいマダイです。久々釣りましたね。最高です。ベイト、イワシですよね、つけて、そしてそこですよね、そこのところで待ってたら一発に食ってくれて、ガツンと量計です。嬉しいな。なんかでかそうっす。でかそうですね。メジロ来ましたね、このサイズ。今日の中では世界一で、
いいサイズじゃないですか。もうライトゲームロッドに近いもうリーディングのスリルゲームでやったらめちゃめちゃ面白かったです。ちょっと周りとお祭りしてヒヤヒヤしたんですけど、狙い通り取れました。このフィッシュグリップ重さも測れますね。目白で今のやつで 3.5kg、 ここに書いてる通りです。重たい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう今日は本当にどうなるかということでヒヤヒヤ実はしてたんですけども船長が走り回ってくださって、そしてかけた魚を確実にこのタックルで取らせていただきました。そうですね、めっちゃ面白い。面白かったです。水谷さんが使ってたボーイみたいなノーマルタックルもいいですし、はい、今日私と鈴木さんが使ったスリルゲームみたいな少しライト目のタックルでやっても面白かったですね。やばい曲がりでしたもんね。ぶちまけでぐにゃーん、はい、ね、これからもまだシーズン続いていきますもんね。そうですね、まだ釣果が上がってくると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、皆さんもこの大人気の縦釣り、ダイバさんのタックルで楽しんでいただきたいと思います。ということで今日は西村さんと鈴木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。